皆さんいかがでしたか。まあ、改めてですけども、本当はね、紹介してから登場だったんですけども、いつの間にか始まったんですけども、改めて、サイキックフィーバーという、グループです。で、隆重跟大家介紹一下、就是我们サイキックフィーバー。はい。で、彼らはね、もうファンの方々はご存知の通り、僕たちのダンススクール EXPG 出身の生徒で、現在はですね、日本のみならず、タイ、東南アジアを中心に活動しています。那大家可能都很清楚，他就是我们舞蹈学校 EXPG 大家所选出来的学生们。那除了日本以外，他们其实前阵子也都在泰国做了很多的发展。是，彼らの楽曲なんかは、TikTok で1億5000万回再生されたり、まあね、本当に東南アジアだけじゃなく、欧米でも今は認知され始めててですね、まあ、世界各国今飛び回ってんですけども、今日は台北に、台東ですね、台東に来てくれました。那其实他们有很多脍炙人口的歌曲，刚刚有一首歌曲在 TikTok 上已经有被分享了15000万次以上了。那接下来其实他们有很多的计划，就预计到全世界各地去表演，所以请大家可以多期待。哎，阿德玛，谢谢。哇。